ね、まずお仕事を見るのにはだいたい頭脳線を見ていきます。頭脳線で適色っていうのを見ていきます。で、頭脳線の長さっていうのはだいたいこの薬指の下くらいまで来ていると頭脳線始まりがここですね。なので平均的な長さですね。そうですね、薬指の下までなので平均的。それでこの月球、月の丘って書くんだけれども、そっちの方にこう緩やかにカーブをしていく、とてもねバランスのいいものの考え方のできる人だと思うんですね。だからお仕事もこうなんていうんだろうな、きちんとこう論理立てて物事を考えてお仕事もできる方なので、